皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は4月19日水曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。天真爛漫で何の悩みもないように見える万太郎も、当主にふさわしくない自分を下戸にかこつけてカエルと卑下する。生まれつきだからどうしようもない部分をずっと抱えてきた背景をこういう形で見せるのうまいな。普段は覆い隠してたんだね。酔わなければ出なかった。明るい万太郎ではあるけど、酒蔵の当主なのに下戸であることが密かにコンプレックスなんだろうね。幸吉が作った新しい酒の試飲に得意の弁舌が震えないのなぜだろうって不思議だった謎が解けた。万太郎のいいところは、自分が酒にも興味がないし下戸であることもよく分かっているのに、できるところまでは相手のご機嫌を損なわないように頑張っているところだ。下戸なのに飲んだ心意気を他の酒蔵の当主は買ってくれたのね。バカにしたり蔑んだりせずに、いい人たちだな。万太郎のモデル牧野富太郎も酒はたしなまなかった。著作の中でも本人は長生きできたことを、酒もタバコもやらなかった、だから健康で長生きできたとしている。私が声をかけたせいで落ちてしまったのかもしれません。いやー、そんなことはないんですけど、恋には落ちましたね。植物オタクの万太郎がどうやって人間に恋をするのか興味があったけど、そうか、一目惚れね。確かにこの人には理屈じゃない一目惚れしかないわ。史実かどうかは存じ上げないけど、どちらにしてもこの恋の落ち方は納得できるな。万太郎の気候に対しての竹雄のツッコミが視聴者の代弁となっているけど、あんなに可愛い人がこの世にいるがじゃな。これも視聴者の気持ちをストレートに表してるよね。万太郎が植物に話しかける時の優しすぎる口調が大好き。赤ちゃんに話しかけているようなあふれんばかりの愛情を感じますよね。多分高知から東京に行く最短ルートを取っていると思うんだけど、もし陸路を行ったなら、万太郎が見たことのない植物に張り付いて動かず、竹雄が引きずり歩いている姿しか想像できなかったな。東京に到着するまでに竹雄が何度わーかーと叫んだだろうと思うと、ニヤニヤしてしまう。駅では万太郎を叱ってた竹雄が上野に着いたら一緒にテンションマックスで笑っちゃう。いいコンビね、あなたたち。軽焼きの値段設定が五輪なのは、神木隆之介さんが伊達天で演じた落語家五輪をオマージュしたものでしょうね。大河ドラマファンへちょっとしたサービス。なんでわしだけ酒が一滴も飲めんのか。単純に味がわからないというだけじゃなくて、お前は酒蔵の当主の器ではないと自分の体が言っているようで、万太郎には万太郎の辛さがあるんだろうな。酔って笑いながら本音を漏らす万太郎を見つめる竹雄の表情もとても良かった。体に合わない酒を飲んでしまって呼吸が浅くなる感じ、神木くんの下戸演技すごい。西洋の女子は腰がキュッとしとりますのっていう竹雄が、やっと年相応というか
青年らしい顔をしていて、なんだかほっこりしてしまったな。和歌に付き従いお守りするという幼い頃からの使命に真面目に取り組み続けて、他の子より遊べなかったはずだもんね。竹雄も東京を存分に楽しんでほしいな。博覧会の美術セットがすごかった。鼓笛隊、猿回し、パフォーマー、ドレス姿の異国の女性、美術品とかめちゃくちゃ丁寧に見せてくれて、竹雄と同じくこっちもクラクラしちゃったよ。万太郎のほっとけない感じがすごいよな。自分の劣等感を人当たりの良さでうまいこと隠してるけど、全然隠しきれてないし、竹雄が仕事ではなく人間として万太郎を大切に思い、そして面倒見ちゃうのもわかるってなっちゃうよね。基本的にドタバタした回だったけど、笑えるだけじゃなく、丁寧な博覧会のセットや万太郎の葛藤だったり、しっかり者の末子さんだったり、締めるところはしっかり締めているから見応えがある。いい朝ドラだ。浜辺美波さん、初めて拝見したんですが、高すぎない澄んだ声とはっきりした滑舌、着物もよく似合っているし、素晴らしい女優さんですね。再登場が今から楽しみ。大河ドラマなどにも出演してほしいです。浜辺美波さんが看板娘をしている菓子屋さん、開店前から並びたい、毎日通いたい。初めて恋に落ちた直後におっさんにモテまくる悲しき朝ドラヒロイン、かっこ男かっこ閉じる。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど、周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は、画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。